プロ野球ドラフト会議サポーティドバイリポビタンで、午後4時50分開始が26日行われる指名予想一覧各球団ドラフト1位は20年に一度とも呼ばれる即戦力候補の投手が豊富なドラフトは公表が4球団事実上の公表が1球団他の7球団は当日まで手の内を隠すスリリングな展開となった 公表する理由は他球団を牽制、牽制し、1球団でも競合数を減らすこと。さらには指名選手に対する誠意を表すことにある。球団は株式会社であり、ドラフトは数億円を投資する失敗の許されないプロジェクトだ。獲得したい選手を単独で確保できるに越したことはない。抽選は避けられないにしても、競合数はできるだけ少ない方がいい。 昨年は9球団が事前に1位を公表する異例の無風ドラフトとなった。強豪覚悟で補集したくなる選手が少なかったことから各球団が極力抽選負けのリスクを回避した結果でもある。今年は違うもし抽選で外したとしても1位にふさわしい逸材が残る。中大、西舘、青学大、常弘 国学院大、竹内ら最上級の投手を果敢に指名し、たとえ外しても1000を確保できる可能性がある。ならば、まずはトップランクの指名に踏み切るのは自然な流れだ。高校生の上位候補が例年に比べて寂しいが、あるスカウトはそれぐらい今年のトと勢の投手は力が抜きんでている。獲得できればそれが来季の戦力アップに直結する。 1> と1位の約半数がトート大学リーグの投手陣で占められそうなトートドラフトの裏側を紐解いた抽選に次ぐ抽選外れ1位でも抽選ドラマの連続で手に汗握るドラフトになることは間違いない編集委員加藤宏